はいどうもゆうきです。流星のロックマン2ベルセルクダイナソー実況プレイ続きやっていきましょう。前回はブライロックマンを使ってイフ敵を倒していったんですけど、今回はトライブキングを使っていこうと思います。そのトライブキングっていうのが、通常だとこうダイナソーに変身できて、かつフレンドでベルセルクに、まあ一人プレイだとできるじゃないですか。ただブラザーを、なんかリアルブラザーを登録してると、そのトライブキングっていうのに変身できるみたいなんで、私登録してきましたよ、リアルブラザー。まあリアルブラザーっていうか、ブックオフでカセット3本買ってそこで登録しただけなんですけどね。はい、僕ぼっちなんで、ぼっちでも友達ができる、そうブックオフならね。ということで、これを使って忍びのブラザーがいるベルセルクにめっちゃやっちゃったんですけどめちゃった寄っちゃったんですけど、忍びのブラザーが一人できたので、これでなんとかトライブキングを今回の動画でお見せできたらなと思います。ストーリーも進めていきましょう。いくぜ。さあ、めっちゃ構えてんな。なんだお前、なんだお前。我の名はオリガジェネラル、ジェネラル騎士団の隊長である。おっさんそこどけよ、俺たちには時間がねえんだ。あは、貴様がロックマンか。7人の戦士を葬り去るとはバレなやつだが、貴様の命もここまでだ。アポロン様の復活までここを通すわけにはいかん。来るぞ、尋常に勝負。門番みたいな感じ。え、イフ敵より強いのかな。あいつらの後にいるってことは相当強いのかこれ。もうやってやろうじゃん、全くわからん。あ、でも体力そんなないよ。これレジェンドカードとかもなんかフレンドで入れられたんだけど、どんな感じなんだろう、わからん。あ、しかも選べん選べん、じゃあいいや、じゃあいいや、選べんなら。これでいきましょう。お、あー、なるほど。え、ちょっと、え、これはど隙間回避系か、これ隙間回避系か、隙間回避系だな、タイミング系だな。で、え、そうしたら泡の中入ったから、これで一旦もう回してレジェント、これ、あー、レジェントってレジェントしか使えなくなっちゃうのか。カズヤくんルーレットさせてくれ。ハープノート EX、 そんなに強くないそんなに強くない。じゃあこれでファイアスラッシュで切り裂いていきながら、ここガードで壊せて、あー、ちょ、動きが未だにようわからん、動きがようわからんのよ。これでハープ入れて、ハープでまひるか。オッケー、まひったね。そうしたらここで、あ、ヒカルくん、これもルーレットで使わせてもらいましょう。あ、ホタルゲリ2なら、まあまあまあ、そこそこいいですね。で、これで、ファイアスラッシュもっかい入れて、いっちゃ、これが早いんだな。このドーンのアタックが早いんですよね。しかも範囲が広い。オフィカスの、なんか近づいてくる攻撃でもっとスピード速くなったみたいな感じなんですけど、結構やっかい。え、なにこれ、ほ、回避できないじゃんこんな。え、え、やば、どうしよう、つうこれチェインバブル入るかな。あ、入った、お、よかった、チェインバブル入った。なんとか回避チェインバブルでできたけど、なんそんなゆっくりなの。ホタル蹴りか、ホタル蹴りの効果かこれ。え、そうしたら、あ、でももう落とせるね。そうしたらチェインバブルやっぱ強えわこれ。オッケー、勝ち、よし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 。なんか動きがよく分かりませんでしたね。でも勝ててよかったです。うわ、貴様なかなかやるわ。いいだろう、ここは通してやる。だがこの先、貴様の前には無数の苦難が待ち構える。アポロン様、我は先に行きます。どうかご無事で。アポロンめっちゃ信頼されてんな、いろんなのに。すげえなあいつ。すばる、時間がない、先を急ぐぞ。うん、オッケー、じゃあ先行きますか。ここを抜けると、次元の狭間2ですね。なるほど。あ、ここ結構探索必要だな。ゴートカンフーがいますね。貴様誰さ。僕はロックマン。ガキは下がってな、俺たちは急いでるんだ。ガキじゃない、ゴートカンフーイフさ。俺はアポロンフレイム様から誰も通すなって言われてるさ。すばる、この押しつぶされそうな電波、アポロンフレームに間違いない。かなり近づいてきたぜ。聞いてるのか、ロックマン。勝負さ。こいつそこそこ強かった気がするんだな。
ただ属性的にはもう炎に戻したんでそんな不利ではないはず。あ、来た、カズヤ君とヒカル君いるからこれトライブキングになれんじゃないの。これこのまま行っていいのか、一旦開けないとダメなのか、ちょっと様子見るっていうか一旦開けてみるかな。システムでかね、まだ変身の流れがよく分かってない。でこれでベルセルクにまずなります。メー、オッケー、メーする、メーする、はい、メーする、よしよしよし、いいよいいよいいよ、回避してるよ回避してるよ。でここでトリプルトライブ、これか、トリプルトライブ、すべてのカードの攻撃力が2倍になる。これはデカすぎでしょ。ネバーレイン60でホタル蹴り160はやばいでしょ。あー、こんな感じになるんだね。かっこいいかっこいいかっこいい、なんかロックマン X の最終アーマーみたい。これかっこいいかっこいいかっこいい、痛い痛い痛い、やめやめやめ、オッケーオッケーオッケー、これチャージ攻撃、ちょっと待って、なんで自分から当たりちゃったんだこれ、ちょっと待って、お前投げんだよ攻撃が。あ、え、チャージ攻撃強ない、え、チャージ攻撃普通に強ないっすか。へえー、あ、やべ、くそ、外した、チェインバブル外した。こんな感じなんだね、これは強いわ。いや、ベルセルクもうちょい買っとけばよかったわ。ベルセルクのフレンドいないからなりにくいんだ俺。オッケー、勝ち、よしよしよし。このスラッシュみたいな攻撃も属性入ってんのかな、びっくりマークついてましたね。これがトライブキングです。うわぁ、ここから先は選ばれたものしか進むことができないさ。もうすぐアポロフレーム様が蘇る。あとボス何体いるんだ、一通りのボスと戦うのかな、あれかな、エンプティーとかも出てくるのかな。スバル急ぐぞ、アポロンが復活しまうぜ、行こう。いやでもちょっと楽しかった、トライブキング。いや、ボスマーク来たんだけど体力全然ないんだけど平気かな。貴様がロックマンか、ここまで来るとは愚かな、そこをどけ、強大な力を貴様が感じる、その力をオーパーツか、なぜお前のようなものがその力を、お前たちは危険だ、私がここでデリートする。スバル、うん、すぐ近くにマガマガしい電波を感じるよ、こいつを倒せばやっとアポロンフレームに会えそうだな。無駄だ、お前たちはここまでだ、来るぞ。一番体力349しかないんだけど、こっち大丈夫か。エンプティはそこそこ強かった覚えがあるぞ。どうするかな、どうする、どうする、どうする、オフィカスで一旦パネルの色変えてやるか。これでいこう、これでオフィカスを先制放っていって、あのパネル変わんのかな。あ、変わった。オッケー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 。あれって召喚人みたいな感じだとしたら右しか出ない。いや、めっちゃいいよ、これは。めっちゃいいよ。めっちゃナイスだよ。あそこにしか出なかったらもう、こいつは怖くない。で、バリアが溶けてる時にファントムスラッシュを打っていって、次のターン用にインビジを貼って、はい、変えて、ラバフレームめっちゃあるな。そしたらモアイ、ホタルゲリ、チェイン、ダバ、これでいこう。あ、ビーム飛んできたけど、ここでモアイを落としてあげる。で、やつが、ここ、よし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 。で、やっ、ここ、来た、あー、当たんなかった。ここ、よしよしよし。ダバも当たりやすい。いいよいいよ。あ、忍び来た。忍びで行くか。忍び使うの初めてなんだけど。忍んでいこう、忍んでいこう、ここは。あ、忍びもかっこいいですね。スマートですね、忍びは。で、これでアタックパネル貼っておいて、ネバーレインチャージでいこうか、今回。オッケー！よしよし。あ、しかも手裏剣だ、これ。あ、手裏剣かっけえな。あ、でも正面のパネルしか狙えないのか。トリプルトライブ来ましたね。でんでんでんで。カード力2倍はマジ半端ねえっす、マジ強えっす。トライブキング、さあこれで、これでファイアスラッシュ逃げ、あ、オッケー、一発食らわせられました。あと一発だな。あ、パネル回復してる、なんで回復すんなよ。ビーム飛んできた、ここ、オッケー。アップの体力ギリギリか、危ない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 。オーパーツの力がここまでとは。ここをどけ、もうそれ、アポロンフレーム様は眠りから覚めた、マジか。やべえぞスバル、私の役割は果たした、さらばだ。いやマジか、
アポロン戦だな、次、そうしたら。6。わかってる。間に合わせるぜ。いや、アポロン戦か。あ、これスタンダードカードのコンプリートが必要ですね。じゃあちょっと集めてきます。オッケー、めちゃくちゃ大変だったけど、無事にスタンダードカードをすべてコンプリートしてきました。っていうことで、いや、めっちゃ大変だった。地獄かと思った。ここの扉を越えられますね。すべての S のカードを集めしとき。扉は開かれん。ありがとうございます。そしてこの奥に結構続いてるな。ここの奥ですね。さあ、楽しみ。割と楽しみ。アポロンフレイム、出てきやがれ。来た。貴様が6番か。割とちゃんと顔あんだ。すげえ電波だぜ。私のフレイムが強く反応している。大パーツの力か。私の部下たちを全滅させただけの実力はあるようだ。まあ、属性一緒だからな。お前の好きなようにはさせないぞ。もうそれ、我の力は戻った。貴様の世界へ攻撃を開始する。なぜ、なぜそんなことをするの。なぜ、理由などない。我は我を生み出した母によってプログラムされた理由などん、我は我を生み出した母によってプログラムされた理由などない。ち、ぶっ倒すしかねえみてえだな。お前たちの世界を救いたくな、我を止めてみせよ。母ってあれかな、織姫かな。来い、スバル、ラストバトル、ライドン。ラストではないか、まだまだ働くぜ、お前。お、背景も赤い、かっこいいな。いや、強そうだな、なんか、ポケモンで、これ、マグマ団のボスみたいな感じになってますね。じゃあ、行きましょう。ダブルドライブ、忍びでやんの怖いな。いや、絶対これ、忍びでやっちゃダメでしょ。先にベルセルクやってから忍び打ちたいんで、一旦ここはストップかけてもらって、ジェミーにキャンサーで、ジェミーにインビジキャンサーでいこうかな。これでトライブキングには可能であればない。おっと、たいので。で、クイックゲージの、何アビリティ貼ってるんで、そこそこゲージは回しやすいと思うからこそ、こうやってしっかりと回しつつ、はい、ここキャンサーで包み込んで、属性合うよね。いいよね。オッケー。やっぱ炎だったら水が効くな。そうしたら、雨系がいっぱい来るといいんですけど、あ、ちょっとね。あー、どうしよう。悩ましい。オフィカス、アトミックマイン、モアイ、で、アタックパネル、次のターン用に回しておきたい。雨が来た時に、常にプラ充できたら美味しいので。ここで、毒沼もなんかこの感じだと効きそうだよね。一番手前来んのか、あいつ。うねわい。いや、インビジ大事だな、これ。攻撃を回避しづらい。来ましたね、雨が。雨来たんで。雨来たけど、この感じ。あ、アタックパネル使い忘れた。よし、食った。最悪、やらかした。これマジやらかした、これは。え、攻撃早くね、ちょっと待って。これで、え、今の当たんない。なんで今の当たんない。ちょっと、今ずるした、この人。え、炎のあれはガードになるの。おめずりと、それは。ちょっと、ホタル蹴りで。ホタル蹴りでブラインドかけて、これで攻撃当てやすくするか。次動くか。オッケー。これでブラインドをかけて、何その技。多分なんか本来だったら受けるんだろうけど、ブラインドのおかげでなんとかなった感じですね。シンクロフックはな、使い方よくわかんないんだけど、あれ、まあいいや。ネバーレイン、これ、ネバーレイン2でいくか。2で行って、麻痺使って、シンクロフックを確実に当てに行きたい。それで行こう。さ、トライブキングで、ネバーレインはターチャージで行けるのであれば行きたい。オッケー、ナイス。で、麻痺プラ入ってるから、ここでぶん殴って、混乱状態入りました。はい、来ました、ポンポン。で、ネバーレイン、ポンポンってなんだ、俺。ポンポンってなんだ。ネバーレイン、よっけい！オッケー。勝てた。よかった、怖かった、普通に。わからんもん。今回状態異常がうまく入ったな。貴様のその力、大パーツだけではない。絆か。この世界では失われた弱き人間の持つ力、大パーツの力を絆の力で制御しているのか。お前の負けだ。いいだろう。6つの証を集め、絆の力を示してみせよ。最後の絶望が貴様の前に現れるだろう。ルカたちよ、私もお前たちのもとへ。うわぁ！
しみ、シンプルに楽しみ、その最強の敵が楽しみで仕方ないんだ。こっちは滅びの未来、我らと同じ運命は回避された。だが絆を失えばこの世界のように滅びが待っている。忘れるな、絆は脆く壊れやすい。うん、絆の力必ず守ってみせる。これは光の中に小さな星が見えるぜ。お、久々に流星感出てきた。アポロンが言ってた証ってこれのことかな。とりあえずいただいちまおうぜ。トライブの証。あ、スタート画面に星が1個増えたんだこれ。よし、他の証も集めるとするか。6つの証が揃ったら最後の絶望が訪れるって。ね、望むところだ。どんなやつでも返り討ちにしてやるぜ。うん。はあ、なるほどね。いや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 、アポロン怖かった。なんか強かったというよりは、動きが全くわからんから怖かった。にメール来ましたね、なんか。これが It's Legend! 僕は知ってる。君がもう一つの世界で戦ってきたこと。何？干渉できんの？シュタインズゲートの選択？アポロンフレイムの脅威からこの世界を守ったこと。そんな君に僕からのプレゼントだ。ノーマルプラス50、ノーマルプラス50ってバカ強くない？マットバルカンってさ、10×12 発でしょ？あれに使ったら720マットバルカンで入るじゃん。入れようかな。あ、そうそう、6つの証も集めてくれよ。とんでもないことが起こるかも。まさに、It's Legend! っていうことで、じゃ今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。セーブしておきましょう。で、次回なんですけど、6つの証を集めるためには、残り、これ暗号メールでアポロンフレーム SP はもう出てるんで、メガクラ2枚とギガクラ1枚を手に入れたら、証がこれでメガとギガになって、で、ラムーの XA っていう、ラムーさんのめっちゃ強いバージョンと戦えるみたいなんで、そこと戦いに行きたいと思います。あとはアポロン SP ももしかしたら動画にするかもしれませんが、まあそこは尺とか見ながらね、考えていきたいと思います。残り2パートかな、この動画。それが終わったら、ブライの SX か。っていうやつとも戦っていきたいので、あと残り2パートですが、最後まで楽しんでいただければ幸いです。じゃあここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。でここまで来るのに結構いろんな方に協力してもらったり情報とかもらったりしたんで、ここまで来るのにサポートしていただいた皆さん、改めてありがとうございました。お疲れ様です。